どうも、スターアイランドです。今回は、ハッピーマウスを、やっていきます。無修正のネズミのゲームです。本当に大丈夫なんでしょうか？このゲーム、削除されない？大丈夫？大丈夫だ。問題ない。そうか。それじゃあこれは安全なゲームだと信じて始め。信じた結果がこれだよ。だがやる。なんだ、普通のゲームか。なんですかこの名は。え、もしかしてあかんやつか。おい、あのバズってるリボンもダメなのかよ。うわぁ、大変なことになってる。地面も一部消えるんですね。油断してた。そして上になんか変な物体がいる。あの怪しい海、もう入ってはいけないのか。まあ見た目からしてそうか。誰だお前。終わった。あ、死んでしまった。初見殺し多すぎるだろ。もう一回やります。上に行った方がいいですね。ああ、あの化け物はぐっ、おっと、いかんいかん、危ない危ない。よし、順調ですね。なぜこんなに下がったし、そしてあれは危ない危ない。どうやら上が正規ルートのようです。今の危ねえ。やーし、あ、やばい。ああ、画面調節し忘れてたー。ゲームを入選すべきか、調節を入選すべきか、死ぬべきか。わあ、いつの間に結構やられてる。わあ、急げー。わあ、明らかに血。そして謎のバグ発生、さらに残りタイムがおかしい、突っ込みどころが多すぎてついていけません。くそー、地味に難しい。はは。あ。うわぁ、なぜ落ちたんだ自分のバカー。一秒恨んでやる。すまんに一応。わーい、ゴールだー。おいこら、普通にネズミの名前使うんじゃねー。ハッピーエンディング目指して頑張ってます。ここまでのミスです。あうち、あれはドナルドですね。あ、マクドナルドの方のドナルドですよ。もちろん、マック食べたいなって思って、はは。いや待てよ、もし最悪な状況の時にゴールしたらどうなるのか、試してみたい。よし行こう。今のところ順調です。
ノーミス、ゴール。やったね、タイちゃん。はい、これで、ハッピーマウスは、終了となります。予想以上に難しく、そして怖く、ハイクオリティのゲームでした。最後におまけがあるので、ゆっくり見ていってね。それでは、ご視聴ありがとうございました。ここ、一番あかんところだ。